ダン・パーマーは、イングランド出身、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ウィッティア在住のギタリスト。フェルナンデスのギターを長年愛用している。デスバイステレオとゼブラ・ヘッド、2つのバンドでリードギターを務めている。カリフォルニア州ロサンゼルスで結成された、ハードコアパンクバンド、アイリットにて、ギタリストとして活動していたが、バンドは1999年に解散する。 その後、1999年10月に、ハードコアパンクバンド、デス・バイ・ステレオに、ギタリストとして加入。現在も、同バンドのリードギターを務めている。また、2013年には、グレッグ・バーグドルフの後任として、ゼブラヘッドへ、加入。同じく、リードギターを担当。フェルナンデスのギターを、長年愛用している。大学時代は、クラシックギターの勉強をしていた。 また、バンヘイレンの大ファンでもあると公言しており、ゼブラヘッドのスタジオアルバム、ウォークザ・プランクを制作した際にはこれら二つの、潮流が影響しているとコメント。また、ウォークザ・プランクのプロデューサーであるポールマイナーは、デスバイステレオでベースを務めていたこともあり、ダントは20年来の友人である。近年は長い口ひげがトレードマークとなっており、口ひげの手入れにはまっている。 このカイゼルヒゲは4から5年かけて、ここまで伸ばし、切り揃えたりブラッシングしたりしている。日々シャンプーやコンディショナーを欠かさず、毎日早起きして、時間をかけて、口ヒゲをセットしている。2014年10月に、オーストラリアで受けたインタビューでは、質問に対して、下記の通り回答している。ありがとうございます。